サイセター総合開発区は、ラオスの経済特区の一つ。ビエンチャントサイセター群と最多に郡に位置する。総面積は1000ヘクタールで、工業団地を建設する計画である。入り口ゲートデベロッパーは、ラオ中国総合投資有限会社で、雲南省海外投資有限会社が75%、ビエンチャント政府が25%出資による JV 事業である。 デベロッパー事務所本事業は中国側がニューラオスナショナルスタジアムの建設費9800万ドルを出資する見返りとしてビエンチャント政府が1000ヘクタールの土地の提供と3000万ドルを上限とする土地接収の保証金を支払うことでそれぞれ75%、25%の出資構成とすることが合意されたものである。ありがとうございます。